こんにちはアマゾン輸出サポータータ堀秀夫です今日は Amazon 輸出でいくら稼げるのか、ねえー、私のサポートを受けると Amazon 輸出でいくら稼げるのか、まあ、これについてちょっとシェアしたいと思います。最近ね、まあ、YouTube で何年も前にアメリカ Amazon の講座を作ったけど、まだやってないと。どんなの出したらいいんだかわかんないし、えー、どうやったらいいかわかんない。いろいろ調べて勉強中みたいな。 コメント頂い,いたんですけど、なんでサポート受けないのと、ね、何年も前だったらサポート受けたら相当稼げたのになぁと思って今ちょっと計算したんでね、それをシェアしたいと思います。a m アマゾン質、ね、正しいタイミングで正しい方法を実践すれば効率よく稼ぐことができると、ね。今ならオーストラリアアマゾン、まあ、3年以上前まではアメリカアマゾン。ね 始めてれば非常に稼げたと。で、これ、あの、成果報告、ね、いくつもキャプチャー取ってつけてますけど、見返してね、えー、ある単純な出来事に気づきました。これ、上の方ね、ね、えー、収入が多い人の方が昔始めた人、だ早く始めた人の方が稼げてる。ねまあ、それが時期がいいから稼げたということもありますし、行動が早いから稼げたということもありますけど、いずれにしても、始めるのが遅き遅いほど、 まあ、私が教えてるのはね、同じことを教えてますからね。同じことを教えても、まあ、簡単に結果が出る人は早く始めた人、行動の早い人、なかなか結果が出ない人は、あるいは結果が、えー、少ない人は、後から始めて行動が遅い人ということがもう単純に言えます。まあ、これね、改めて見てて、ああ、そういうことだったのかと、ね、あの、何度か言ってましたけど、うっすは気づいてましたけど、見てみてね、明確にわかりました。 早く始めた人ほど稼げてますそしてこの方はアメリカアマゾンで、えー、去年の年末の売り上げが3万4000ドル約380万円で3割が利益ですんで120万弱が12月1か月で、ね、1人でマイペースでやって稼げてるとでまあ多い月もあればね少ない月もありますし、えー、今から 3年ぐらい前まではもっと稼げたんですけど、まあ、ただそれを、ね、細かく積み重ねるのもちょっと話がややこしくなるんで、まあ、単純に言って年間1000万以上は稼げてると。これ1000万とします。すで既に、ね、4年間はもう稼い方を覚えて稼いでるわけですから、まあ、約4000万もすでに稼いでる。私のサポートを受けようということで受けていただいたおかげで、この会員さんは55万のサポート費用が72倍以上になって、 まあ今なお増え続けてる、ね。継続の回避はね、あの、初めの半年で55万円に全然安いんでね、えー、それから考えたらもう今なお増殖中増え続けてるということです。でこれ逆に質問してきた人ね、サポートを受けずに自力で、まあ、頑張ってるっていうか、要は何もやってないんでやってないんですけど、まあ、このわずかな投資をケチって全部タダで済ませようとう人はね、済ませようという人は、やっぱなかなか稼げないと。 まあ、中にはもう行動力があって馬力あってね、一人でガンガンやって結果を恐れずやってね、成果出す人もいますけど、正直 Amazon っていうのはね、間違えたことやった時のペナルティがでかいんで、そのやり方はあんまり合わないと。ね、あの実際の商売だったらね、そのやり方もまあいいんかもしれないですけど、少なくとも Amazon についてはその何やったらいいんだかわかんないけど、とりあえず行動するというのはおすすめできない。やっぱりサポートを受けて取り組むことがおすすめです。 でこの相談してきた人ね、まあ、きっと、ただで、金使うのが嫌なのか、まあ、お金がないのか、何しろ、ただで稼ごうと、ね、稼ぎ方を覚えようとしてるわけですけど、何年かかってもまだスタートすらできてないと。やっぱり、あの、物販って、お金使った方がね、稼ぎやすいですし、まあ、お金使うにあたって、このきちんとしたノウハウを発信してるね、 えーまあ、私のような情報にたどり着いたなら、まあ、金払っときゃねあ、もうかなり稼げたの、ね、よ、もったいないねというのを感じたんでね、まあ、ちょっとシェ,アしてシェアさせていただきました。Amazon 結果が出るのは早いですで。結果出るのは早いですし、早く始めれば始めるほどやっぱ稼ぎやすいと。ねまあ、正直今からアメリカのアマゾン始めてもどうにもなんないんでね、あの、その、 何年も前にアメリカのアマゾンやって、えー、まだ始めてないって人の質問はもうかなりトンチン感で、今更文在庫でね、ツール使って出品して稼ぎますかみたいな出品だったんでね、いや全然無理じゃないかっていうお答え動画を作ったんですけど、まあ、あのはっきり言って、アマゾン輸出は稼ぎやすいですけど、まあ、初心者の方、素人の方が自力で稼げるほどは甘くない。なぜなら、日本と世界の習慣は違いますしね、あの日本語への翻訳もかなり、 精度が低いですしまたみんなをサポートして仮説のもとに正しい方法を教えるというような、ね、質の高いサポートをしている私のサポートを受けるかあるいはねその辺に転がっている無料で手に入る当てにならない間違えた情報を元にして取り組むかそれによってねやっぱ結果全然違う結果全然違うっていうかまあ多分私のサポートを受けずに取り組んで、まあ、普通にリスク少なく無在庫でなんてやったらね アカウントは無事で済むわけがないというのが今の Amazon の状況なんでねまあ個別サポーター半年で55万ですけど、まあ、マニュアルサポートだったら2万9800円からやってますからね、まあ、小銭をケ散らず、まあ、きちんとサポートを受けて取り組むことをお勧めします、まあ、そんなわけでね、まあ、たまたまいただいた相談で、まあ、今更無在庫の質問ですかと思ったんですけどね、まあ、書いてある内容をそういうばちらっと見たらね何年も前に口座作ってるっていやもったいないことしたねと 思ったんでね、ちょっとシェアさせていただきました。以上、アマズエヒサポーター、堀秀夫でした。